カッパパです。今日は僕の手持ちのアルコールバーナーのご紹介をしたいと思います。はい、まず最初はですね、もう定番中の定番ですね。トランギアのアルコールバーナー、TRB25 です。まあ、分解しますと、まあ、本体と中蓋ですね。この中蓋は裏にゴムのパッキンが入ってます。火力の調節弁、まあ、調節の蓋ですね。これを開け閉めすることで火力が調節できます。ちなみにスウェーデン製です。重さはこのシステムで 110g。で、性能の話なんですが、70ml の容量で約25分間燃えます。25分間燃えてる間に何ができるかというと、まあ、メスティンでご飯を炊くとですね、1合半から2合ぐらいの、まあ、ご飯が炊けます。あともう一つは袋麺とお茶を作るぐらいの火力を得ることができます。もうとにかくね、この形で半世紀以上やってますんで、まあ、改良のしようがないでしょうね。まあ、一言で言うと、いわゆる定番ですね。もう一つはこちらです。非常にトランギアと似てますが、こちらはエスビットのアルコールバーナーです。トランギアと同じように、まあ、本体と中蓋、これもゴムパッキンが入ってます。あと火力調整の蓋ですね。こちらは標準でクリップがついてます。トランギアの方は、まあ、クリップがついてないんでみんな後付けしてるんですが、エスビットの場合はもうすでについてます。これ非常に使いやすいですね。で、こちらはですね、ちなみに中国製です。で、重さは 92g ですから、先ほどのトランギアよりも 20g ぐらい軽いです。で、続いて性能の話なんですが、約 25ml から 30ml、 満タンに対しての3分の1ぐらいのアルコール量で、約 500ml の水をですね、沸騰させるのに10分かかります。まあ、逆から言うとですね、10分あればラーメン1杯分のお湯が沸くということです。はい、で、続いてですね、こっからがメイドインジャパンです。日本製です。みんな大好きエバニューのチタンのアルコールストーブです。こちらはですね、重さが 34g ということで、まあ、はっきり言うとこれと比べると3分の1です。ほんと軽いですね。性能的にはざっくり言っちゃうと超燃費が悪いですね。燃費最悪です。ただその分火力が強いです。例えばトランギアで約ラーメン1杯分のお湯を沸かすのにかかる時間が10分だとします。こちらはですね、その半分の5分で沸いちゃいます。ただその分当然ながら燃費は2倍悪くなります。非常に火力が強い分燃費は悪いということですね。で、こちらには別売りでこういうシステムが売ってますね。これも全部チタン製なんですけど、組み立て式になってまして、この中にチタンのアルコールストーブを入れます。こうなってたのがこうひっくり返して、ね、上にこうやると上にね、鍋が置けるんですよ。で、このプレートはね、なんとかプレートって言うんだけど、これを設置すると中の熱が急激に上がってね、大燃焼を起こすと。そこまで強いのは火力いらないんで、これ使ったことないんで色変色してないですけど、まあ、そんな感じで使えます。こういうシステムでね、持ち運べるということですね。これ非常にいいですよ。これをね、設置してもトランギアより軽いんですよ。どんなにチタンが軽いかということですね。はい、で、最後ご紹介するのはアンチグラビティアのカタディンストーブです。これはオールアルミです。これもメイドインジャパンです。メイドインジャパン素晴らしいんですよ。でね、これはね、よく見ると穴がね、サイドにしか開いてないですね、噴射穴が。で、ここは上の面は平らになってます。ですので、まあ、例えばこれトランギアのケトルですけど、こうやって直接上に置いて使うんですね。こうやってこんな感じです。だからはっきり言うとね、ごとくも何もいらない、これ1個あれば十分と。
いう非常にね優れたストーブです。で同じくねこういったものがついてるんですね。これはプライマリーパンっていうんですけど、冬雪の中とかね寒いところでやる場合、なかなかアルコールが温まらないと本燃焼にならないでしょ。そういった場合ここにアルコールを垂らしてね、このプライマリーパンにも火をつけるというと、当然火に炙られた本体は熱くなるんでアルコールの気化が進むということで火力は得られると、まあ、そういった作りになります。非常にこのシステムは優秀ですね。とにかく軽いです。で作りが ものすごいシンプルなんで構造も強いですね。火力に関しましては高い火力を得られる代わりにですね、燃費は最悪です。こちらのエヴァニューのアルコールストーブとほぼ燃費は一緒ですね。 500ml のお湯を沸かすのにですね、この2つは5分かかります。こちらの2つは10分かかります。ですので火力は倍です。だけど燃費も最悪です。燃費は悪いです。トランギアのアルコールバーナー、Sビットのアルコールバーナー、こちらがエヴァニューのチタンアルコールバーナーとアンチグラビティアのカタディンストーブ、これ4つのご紹介でした。はい、じゃあ、今日はねせっかくですので燃料入れて火をつけてみましょうかね。じゃあまずトランギアのアルコールバーナーからやってみます。はい、じゃあちょーこんなもんすかね。はい、この部屋はね換気扇回ってますんで大丈夫です。はい、じゃあねこれでつけていきたいと思います。はい、つきました。こんな感じですね。まだ本燃焼じゃないですね。はい、だんだん本燃焼になってきましたね。はい、まあ、今ね横から見た絵を見ていただいてますが、こういうふうに五徳を乗ってます。でね、例えば夜間なんかはこんな感じになってます。非常にねこれは効率のいいシステムなんですよ。いわゆる鍋底の中央にね炎が当たる、で中央に炎が当たって横に広がる、そういうパターンですね。でね、消火する場合はまあ、この蓋でこうですね。はい、じゃあ続いてね S ビットです。 S ビットも先ほどのトランギアと一緒です。まあ、一応つけてみますね。はい、同じようにアルコール燃料を入れます。はい、こんなもんでいいですね。はい、では火をつけます。はい、だん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 ですね本燃焼に近づいてきます。基本ねやっぱりまあトランギアと構造は変わらないので、シンプルな分だけね安定した火力を得られますね。はい、じゃあこんな感じですね。はい、じゃあこれも消火します。
はい、続きましてエバニューのチタンのアルコールストーブですね。こちらになります。はい、これも燃料入れてきますね。エバニューのアルコールストーブは噴射の穴が上下に1段2段って2段ありますので、その2つから火を吹き出します。はい、上の段がつき始めましたね。で、下の段も点火し始めました。ほら、やっぱりね、先ほどのトランギアと比べてね、もう全然火力が違うでしょすごいよね。はい、これはね、直接ケトルとかが乗せられるんでこうなります、ね、そうするとね、綺麗にね、まあ、鍋底というかケトルの底に当たってますね。こういう感じです。ミュー、はい、着地、うわ、こんな感じですね。でね、こちらの問題点は消火の蓋がないんですよ。ですので、例えば S ビットのね、消火の蓋とかこういったもので消すしかないんですね。はい、これで消えました。はい、で最後になります、カタディンストーブです。でこれはね、まあ、今回いい機会なんでプライマリーパン、これも使ってみますね。はい、燃料はカタディンストーブ本体と、あとね、このプライマリーパン、こちらにも燃料垂らします。こんな感じです。まずプライマリーパンの方、こちらに着火します。はい、はい、燃えました。お皿のアルコールが燃えてるの分かります？はい、それと本体、すごいでしょこの凶暴さ凶暴でしょこれ。あのね、かなり離れてても熱いもん。でこれで、はい、ケトル、こんな感じですね。はい、トランギアのケトルぐらいだともう一瞬に炎に包まれちゃいます。これが本燃焼ですね。火が落ち着いてきたでしょ。そうすると、まあ、このような綺麗な青色になるんですけど、ね、素晴らしいですね。はい、以上ね、見ていただいた通りでございます。まあ、いろんな形もあると同時に、まあ、特徴がね、まあ、大きく違うもんですから、まあ、一個一個飽きないですね、まあ、見ててね。その中でもね、使ってる回数が多いのが、まあ、先ほどもだいぶいろいろ褒めたこちらのカタディンストーブです。まあ、直接物が置けるとか、まあ、いろんなの物理的なメリット以上にね、大火力、燃費は悪いですけど、とにかく火力がすごいと、まあ、いうようなことで、その火力のコントロールが難しいんですが、コツさえ掴んじゃえば、まあ、本当にガス並みの火力を得ることができますので、まあ、これはおすすめかなというふうに思います。はい、アルコールストーブの紹介でございました。長々とありがとうございました。カポパでした。